何だって言うんだ。その通りだ。エレン・イェーガーは自国の民を殺した。だが彼が壁の巨人を呼び起こさなければこの島のエルディア人は外の奴らに皆殺しになる。犠牲なくして勝利はない。死んだ甲斐があったな。みんな心臓を捧げよう。心臓を捧げよう。装備を詰めるだけ運んで。了解。地下室から叫んだら喉を切り裂く。まずその上着を脱いで力弱すぎておばあちゃんかと思ったわ。あんたがまさか私に投げ飛ばされるとはね、兄。誰か！いただよ。切り傷を入れてある。いつでも巨人化できる。そんなに弱ってるのに巨人化する体力なんてないでしょ。そうかもね。一か八かに試してみないと。ドリさん、開けますよ。ドリさん。思ったより賢いじゃない、ヘッジ。終わるのね。あんたのくだらない男の愚痴を聞かされるのも。なんでそのこと。見てるようだった。あんたの話し声とアルミンの声だけが遠くから聞こえて。そうじゃない時はずっと同じ。放り出され。エレンの声を聞いた。本当に壁の巨人が。今なら答えてくれる。あんたたちの大層な目的のために踏み潰された人々の死体を見て。人を殺すことは褒められることだった。あれを止めたかったんでしょ。つまり瓦礫の死体は多少の犠牲だったって言いたいわけ。だがどうでもよかった。私は生まれて間もない時に親に捨てられた。から来たエルディア人の血を持つ男。男の目的は私をマーレの戦士に鍛え、私は物心つく前から男の生まれた国の格闘術を叩き込まれた。だって私は男が望んだように強くなり、二度とまともに歩けない体にしてやった。何の話が始まったの。4年間あんたの話を一方的に聞いたんだから、少しくらい私の話をした。どこの国の何人が死のうが生きようが、あの時までは。そして泣きながら懇願した。帰ってきてくれと。男は私の父親だった。私を自分の娘だと。そして私と同じように他の人にも大事な人がいる。でも父の元へ帰るためならまた同じことをやる。そっか、それが聞けてよかった。信じてくれ、本当なんだ。姉さんも白昼夢。ついにこの日が、島の悪魔が乗り込んでくる日が。彼女の命を奪いに来るぞ。あんたの家も神さんの実家も踏み潰されるんだよ。世界中のエルディア人が収容所で同じことを訴えているはずだ。それも口裏合わせだというつもりか。では頭の後ろだ。さっさとやれよ。帰ってくるって。わかった、約束する。またどんな目に遭うか。いや、もう私の居場所はどこにもない。地下教官を守ります。バカ者どもが。せいぜいお前たちが守れるものは自分の身くらいだ。このまま体制の中にいろ。もう見失うな。どうするの。お母さんを人間に戻すことを諦めろって言うの。ダメだったとしてもできる限りのことを行動で示さなきゃいけない。警鐘をかけた問題が消えるわけじゃないから。最悪なのはこの巨人の力をめぐって争い続けた2000年の歴史を繰り返すこと。行ってくる。私はどうしたらいいの。ジャンの手助けをしなよ。少しは自分でか。エレンのことどうするの。
それにどうしようもないだろ。だからもうどうしようもないエレンのことなんか考える余裕はないよ。それくらいわかるだろ。リン団長がこの場にいたらこんな無様に当たり散らしたりしなかったのにね。え、答えが出た。生き返るべきだったのは僕じゃなかった。俺はしばらくブラウスさんのところで世話になるよ。うん、君たちも早くここから離れた方がいい。元気でね。私の本当の名前ガビっていうの。ガビって変、ミアの方がいいよ。はぁ？じゃあね、カヨ。さよなら、ガビ。フロックやめろ！ウジだ！落ち着けよ、ジャン。分からせただけだ。なあ、一体誰がお前にお山の大将を気取ってほしいと頼んだ。よく聞いてくれたな、ジャン。俺は仲間を集め、エレンの手助けをし、計画は今日達成された。よ、我々は歓迎し、エルディア人として迎える。そやろ、誰がお前なんだ。考える時間を与えよう。みんなを牢へ。はっ。これは、俺はエレンの代弁者だ。エレンが島の外の問題を完全解決するなら、俺も島の中の遺恨を完全に消し去る。ナジャール、お前は憲兵になって内地で快適に暮らしたかったんだろ。だからもう昔のジャンに戻れよ。いい加減でムカつく生意気な野郎に。コニーさん、助けてもらってありがたいんですが、ずっと北に進んでますよね。夕日があっちに。いいんだよ、危険な南から離れた方が。ユリのためにここまでしてくれるなんて。いいんだ、俺はどこかで見たことある気がするんだけど、コニーさんが俺を知らないなら気のせいか。我々マーレ軍の生存を絶望視したのでしょうか。いや、賢明だ。これでいち早く本国に事態を知らせることができる。うるさく、何か終わりでしょうか。ない、ただまでだ。ちょっと待って。こちらには何の武器もありません。あっちに誰かいる。ご安心ください、これは人畜無害の死に損ないです。